35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画、オートキャドマスターへの道53。ビムシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとデビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをですね、お伝えしています。たくさんの方にチャンネル登録いただき、ありがとうございます。またの方は、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称しましてお話をしています。ブロックの作り方なんですが、前回もお話をしています。まだルールがあります。まず作っていただくとき、中に入れるときの現在層は基本ゼロにしてください。そして色も選手もバイレイヤーという状態にしましょう。そうしないと作業効率あまり高くなくなってしまうのでお気をつけください。そしてそのブロックの方法には大きく分けて2つの作り方があります。1つはファイル内にブロックとして作成する方法、もう1つは外部ブロックと呼ばれる DWG という拡張子をつけて書き出す方法という2種類ありますよというお話です。ファイル内にブロックを作成するというのは、 B でエンターまたはブロックでエンターと押すとブロック定義が出てきます。大事なのは赤枠で囲ってあるところ、起点とオブジェクトと、あとですね、設定の単位ですね、単位と分解を許可に必ずチェックを入れるようにしましょう。分解を許可にチェック入れないとバージョンが違うオートキャドでそのブロックですね、分解することができなくなってしまう可能性があるので、必ず分解に許可を入れても入れた瞬間に分解はしませんので、分解に許可は必ず入れてあげてください。たくさんのオートキャドレビットのご質問に答えさせていただきました。今後は操作とプラスエラー回避だったり、エラーをどうしたらいいのかという話をしたいかと思っております。こういう時にご質問が多い気がいたします。無料のオープンチャットを始めました。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお願いいたします。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。